虹にたぎる市電は、ロシア連邦の都市である虹にたぎる市内に存在する路面電車。ソビエト連邦時代の1937年に開通し、2020年現在は、虹にたぎる市の単一企業体であるタギルスキー軌道によって運営される。工業都市として長い歴史を有する虹にたぎる市内に、路線網を有する路面電車。 1935年のソビエト連邦閣僚会議で建設計画の承認を受けた後、1937年から営業運転を開始した。第二次世界大戦前の路線網の拡張に加え、1960年代から1980年代初頭にかけては住宅地の開発による工業地帯と住宅地を結ぶ輸送手段として多数の系統が開通し、 1986年時点の年間利用者数は3500万人にも及んだ。その後、ペレストロイカやソビエト連邦の崩壊などによる経済の混乱により、車両や施設の保守に難が生じ、1996年時点の年間利用客数は1400万人にまで減少したが、それ以降は運営組織の再編や新型車両の導入により、 近代化が図られている。その過程で、虹にタギル氏が運営していた路線については1999年に、単一企業体のタギルエレクトロトランスへ移管されたが、財政難の結果2006年に破産が宣告され、翌2007年に都市電気輸送管理会社へ再度移管された後、口述のように2008年からは、現在のタギルスキー軌道による運営となっている。 ニジニタギル市内の公共交通に加えて各地の工場への移動手段という役割を持つことから2000年代までニジニタギル市及び同市が所有する単一企業体の系統と同士に工場を有するウラルバゴンザボードによって運営される系統が並立していたが2008年9月1日に校舎が 所有していた車庫の運営権が二次にたぎるし二譲とされ、以降は両社とも市営単一企業体のたぎるスキー、軌道によって運営されている。2020年現在、二次にたぎる市電では、以下の系統が設定されている。ただし経由する、高架橋の修繕工事に伴い、2020年6月15日以降一部系統が運休しており、それに伴う、臨時系統の新設や、 運行系統の一時的な増発などの装置が取られている。運賃については2020年8月1日に改定が行われ、片道21ルーブルとなっているほか、二次にたぎる市民を対象とした1日、半月1ヶ月単位の乗車券、企業を対象とした1ヶ月分の定期券等の展開も行われており、学生や年金支給者は割引の対象となる。 運賃は、現金のほか、各種クレジットカードやアプリケーションからも支払い、可能である。2020年現在、虹にたぎる市電で運行している、営業用車両は、以下の通り、ノバクシュバとバゴンカの2カ所の車庫に在籍しており、一部、車両は、車内の一部の床上高さが低い部分、超低省電車である。これらに加えて、 タギルスキー軌道では2020年以降車内全体が低床構造となっている100%超低床電車を3両導入する計画を有しており、同年8月7日に実施された入札の唯一の参加企業であったウラルトランスマッシュが製造を担当することになっている。ありがとうございます。